トレンドニュースの高まりです。 LPGA マッチプレー第2戦が今日行われました。唯一日本勢で参戦している古江彩佳選手、今日も頑張りました。米国のエンジェル・イン選手と対戦し、16番ホールまでに6対3で勝ち越し、17番18番を残して完勝しました。良かったですよね。これでポイントは昨日の引き分けを入れて 1.5 ポイント。明日の最終戦はここまで2連勝と好調のスペインのカルロタ・シガンダ選手、彼女は2ポイントを獲得しています。引き分けでは 0.5 ポイント及ばず敗退になってしまいますので、ぜひとも明日の第3戦は勝利を勝ち取って決勝ラウンドに笑顔で進出してほしいですね。試合後、古江選手は、今日は結構ショットが良くてタップワンのショットが3回目もあっていいゴルフができました。16番は最後の最後まで格好悪い終わり方でしたが、チップインで終われたのはラッキーでしたと述べていました。身長153センチ、体重54キログラムの体力でよく米ツアーで頑張っていますよね。おそらく米ツアーの参戦選手の中でも一番小柄なんではないでしょうか。そして予選落ちも少ない安定したゴルフ、アメリカに新しい旋風を巻き起こしてほしいですね。ついでに古江彩佳選手、今日5月27日が誕生日です。おめでとうございます。寄せられたコメントの中にも、古江さんお誕生日おめでとうございます、16番ホール3アップコンシードお見事です、明日も同じような強い勝ち方で決勝マッチに進んでください、応援しています、なんていう温かい応援のメッセージが届いております。まあ渋野日向子選手のようにね、派手さはありませんが、確実さという点では古江選手の方が上回っているようですよね。そんな古江彩佳流のゴルフで世界をあっと言わせてほしいですね。頑張れ古江彩佳。ということで今回の配信を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。